アテンションプリーズ、アテンションプリーズ。青森県十和田市から情報発信、アテンションプリーズ。今回は私たちが住む町で人づくりと町づくりに貢献するボランティア団体スマイルラボの活動をご紹介します。それではどうぞ。スマイルラボって何？スマイルラボは安全安心な街づくり、十和田市政府コミュニティの視点から自殺に追い込まれることのない生き心地の良い地域づくりに取り組んでいる団体です。活動を始めて丸3年になります。会員は現在24名。みんな普通の市民です。多くの会員が仕事をしていますが、自分たちのできること、できる範囲でボランティア活動に参加しています。その他、会員ではない数十名の市民も手が空いた時にお手伝いに来てくれています。会員構成は男女比は半々くらい、年齢も20代から60代と幅広い方が様々な分野から集まっています。スマイルラボの活動として見守り保育も行っているので、小さなお子さんのいる会員も多いです。どんな活動をしているの？まちづくりの視点から主に4つの活動に取り組んでいます。人づくり、コミュニケーションを学び自ら笑顔を発信。1、夜開催のストレスと上手に付き合う学び場。2、夜開催の傾聴心カフェ。3、うつと認知症を予防する脳トレ教室。4、大人の学び場をサポートする見守り保育ルーム。つながり、ゲートキーパー、命の門番の人材育成、連携。1、ゲートキーパーフォローアップ。2、自殺予防などに関わる民間団体ネットワーク作り。支え合い、学校、団体、企業との連携。1、研修会の企画・運営。2、進行役・ファシリテーター。一緒に共同で取り組むまちづくり。1、市の委託事業ゲートキーパー養成講座。2、安全安心なまちづくり政府コミュニティの推進。会員は活動する中で心を支える傾聴やカウンセリングを学んだり、まちづくりを学びながら人と人とがつながり笑顔になる活動に取り組んでいます。そしてこれら活動を支える事務局ボランティアも大切な活動です。本日の書はこちら、笑顔。6人でスタートしたスマイルラボは現在会員24名になりました。笑顔あふれるメンバーとあなたも一緒に始めませんか？正会員年間6000円、三助団体一口年間10000円、団体の活動を応援してくださる企業サポーター制度もあります。どなた様もお気軽にお問い合わせください。寄付金、食材、
物品支援などのご協力も大歓迎です。 NPO 法人スマイルラボ、詳しい情報はホームページをご覧ください。皆さん、いかがでしたでしょうか。住みやすい街づくりには人を笑顔にする活動が必要ですよね。 NPO 法人スマイルラボ、4月からの学び場は、イラッとする、ムカつく、切れる、そんな怒りと上手に付き合う方法、アンガーマネジメントについての講座が行われます。ぜひご参加ください。それでは皆さん、ハバーナイスデー。